待たせしました。本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございます。この電車は天王寺駅前行きでございます。次は船尾、船尾でございます。次は船尾でございます。次は石津、石津でございます。運賃はお降りの際、釣り銭のいらないよう現金または回数券を運賃箱に直接お入れ願います。両替は運転士側の両替機でお早めに願います。次は石津でございます。次は石津北、石津北でございます。次は石津北でございます。次は東港、東港でございます。確実な鑑定でお客様の大切なお品物を大切に質預かり、高価買取いたします。丸高質店へは当駅西へ徒歩1分、詳しくは堺市丸高で検索。皆様のお越しをお待ちしております。整形外科リハビリペインクリニック内科の井上クリニックへお越しの方は当駅西へ徒歩1分です。次は東港でございます。この電車は天王寺駅前行きでございます。次は五両前、五両前でございます。恵比寿町方面へお越しの方は阿鼻子道でお乗り換えください。次は五両前でございます。次は寺地町、寺地町でございます。両替は運転士側の両替機でお早めに願います。お部屋の模様替えしませんか？素敵なインテリア、暮らしのリフォームのことなら卸売りのお店インテリア浜口へ。インテリア浜口へは当駅より南へすぐです。次は寺地町でございます。次は宿院、宿院でございます。やむを得ず急停車することがありますから、釣り革、手すりなどをお持ちください。堺の歴史、文化を体感するミュージアム、堺理想の森へお越しの方は次でお降りください。堺名産消し餅の小島屋へお越しのお客様は当駅右手南へ50メートルでございます。次は宿院でございます。この電車は天王寺駅前行きでございます。次は王将寺、王将寺でございます。金を売るならヘリオス大阪、プラチナを売るならヘリオス大阪、ダイヤモンドを売るならヘリオス大阪にお任せください。金プラカイダイヤカイの CM でおなじみ、創業49年、金プラチナダイヤモンド高価買取専門店ヘリオス大阪は当駅が便利です。次は王将寺でございます。次は花田口、花田口でございます。堺に生まれて304年、お香の店香文木の梅英堂へお越しの方は次でお降りください。次は花田口でございます。次は妙国寺前、妙国寺前でございます。便利でお得な回数券は停車中に運転士からお買い求めください。堺の一品、匠の技を見て触れてお買い物もできる堺伝統産業会館へお越しの方はこちらが便利です。次は妙国寺前でございます。次は新名町、新名町でございます。運賃はお降りの際、釣り銭のいらないよう現金または回数券を運賃箱に直接お入れ願います。両替は運転士側の両替機でお早めに願います。蓮如上人ご自席の地、浄土真宗西本願寺堺別院北の御坊へお越しの方は次でお降りください。次は新名町でございます。次は綾野町、綾野町でございます。車内は禁煙です。次は綾野町でございます。本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございます。この電車は天王寺駅前行きでございます。次は高須神社、高須神社でございます。
お年寄りやお体の不自由な方に座席を譲りましょう。次は高須神社でございます。次は大和川でございます。恵比寿町方面へお越しの方は阿鼻子道でお乗り換えください。次は大和川でございます。次は阿鼻子道でございます。恵比寿町方面へお越しの方は次でお乗り換えください。なお IC カードでお乗り換えの方は運転士横降車リーダーにタッチしていただき、お乗り換えされる電車乗車時にも乗車口右側にあります乗車リーダーにタッチしていただきますようお願いいたします。不動産売買リフォームのことなら地元に愛されるベストハウスへ。毎日の暮らしが楽しくなるような住まい、洗練された住まいをプロデース、夢を形にするベストハウス。ベストハウスにお任せください。次は阿鼻子道でございます。次は安龍町でございます。携帯電話の通話は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。次は安龍町でございます。本日も阪海電車をご利用いただきありがとうございます。次は細井川でございます。両替は運転士側の両替機でお早めに願います。次は細井川でございます。次は住吉鳥居前でございます。南海線はお乗り換えください。便利でお得な回数券は停車中に運転士からお買い求めください。次は住吉鳥居前でございます。この電車は天王寺駅前行きでございます。次は住吉でございます。本日も阪海電車をご利用いただきありがとうございます。次は上の木でございます。甲府屋線はお乗り換えください。携帯電話の通話は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。運賃はお降りの際釣り銭のいらないよう現金または回数券を運賃箱に直接お入れ願います。便利でお得な回数券は停車中に運転士からお買い求めください。次は上の木でございます。次は手塚山4丁目でございます。在宅医療介護の小沢診療所です。病児病後児保育室を備えた大阪市認可事業所内保育園、オズ保育園手塚山、オズキッズを併設。土曜日も内科、小児科で夕方5時まで診療しております。小沢診療所、オズ保育園手塚山、オズキッズへは、当駅を降りて北へ1分です。次は、手塚山4丁目でございます。次は、手塚山3丁目。手塚山3丁目でございます。手塚山北畑の不動産のことなら任せて安心、手塚山商事へ。創業62年の経験と実績で信頼、安心、夢を与える手塚山商事。手塚山商事へご用の方はここでお降りください。次は姫松でございます。やむを得ず急停車することがありますから、釣り革、手すりなどをお持ちください。お年寄りやお体の不自由な方に座席を譲りましょう。夢を叶える暮らし家へ。不動産のことならエコー商事。建築リフォームのことならエコー商事。住まいのトータルカンパニーエコー商事へお越しの方はお降りください。手塚山病院グループは在宅医療看護介護を揃えています。在宅介護や高齢者住宅のことは手塚山病院へご相談ください。手塚山病院は姫松を降りて左へ3分です。次は姫松でございます。本日も阪海電車をご利用いただきありがとうございます。次は北畑でございます。手塚山北畑の不動産のことなら任せて安心、手塚山商事へ。創業62年の経験と実績で信頼、安心、夢を与える手塚山商事。
手塚山商事にお任せください。次は北畑でございます。次は東天ヶ茶屋、東天ヶ茶屋でございます。投資不動産販売です。新築の戸建て住宅なら違うにこだわる N イストシリーズの投資不動産販売、投資不動産販売にご相談ください。次は東天ヶ茶屋でございます。本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございます。次は松虫でございます。夢を叶える暮らし家へ、不動産のことならエコー商事、新築リフォームのことならエコー商事、住まいのトータルカンパニーエコー商事へお越しください。耳鳴り、めまい、認知症、子宝や癌予防の健康相談は漢方の大誘導薬局へ。当駅を降り信号を渡って徒歩1分です。次は松虫でございます。次は阿部野でございます。地下鉄線はお乗り換えください。運賃はお降りの際、釣り銭のいらないよう現金または回数券を運賃箱に直接お入れ願います。両替は運転士側の両替機でお早めに願います。手塚山北畑の不動産のことなら任せて安心、手塚山商事へ。創業62年の経験と実績で信頼、安心、夢を与える手塚山商事、手塚山商事にお任せください。肩こりめまい、肩こり息切れのご相談はお薬が院内処方の町のかかりつけ医秋田医院、秋田医院へお越しの方は次でお降りください。次は阿部野でございます。皆様ご乗車お疲れ様でした。次は天王寺駅前、天王寺駅前終点でございます。歯並びでお困りの方は小さいお子様から大人の方まで相談無料の岩村矯正歯科へお越しください。創業39年、たこ焼きの名門道頓堀たこ八は阿部野キューズモール3階です。なお天王寺駅前では駅の終札口で運賃をいただきます。本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございました。次は天王寺駅前終点でございます。